やってこっか。楽しみ。You game。大丈夫。早すぎる。何が早いんだろうね。本当になんか、あ、でもなんか、推定プレイ時間は15分から20分って書いてあった。なんという速さだ。あれかな、なんかもう話の展開が早いみたいな。住みにくい世界になった。文字は遅いけどね。こうなれば、俺の魔力を使うしかない。あ、これあれかな、魔王側のセリフかな。あの頃の世界に戻すんだ。これ魔王だね、きっとね。遅いね、文字は。よく聞いて、あ、待って、やばいやばいやばい。文字の送り早いわ、これ。どうやら魔王に呪いかけられてしまったようだ。あの、国王、これ、こうね、押してないんだよ。随分ゆっくり喋るのですね。あ、それこそが、キサキのかけられた呪い。あ、私は、話すのが、ここね、飛ばしてないからね。遅くなって、し、ね、待って、と、は？やはりイライラしてきた。話すスピードを上げよう。僕もイライラします。兵士がちょっと早い兵士がちょっと早いぞ。おい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  あ、そう。ねえ、もう話、これちょっと待って、これアーカイブで見るしかないよ、これ。ハロルドっていうのね。ハロルド。こりゃ早く終わりそうだな。南の森を抜けて魔王城へ行くのです。はい。それでは、行ってらっしゃい。スピードスピード RPG OK? スピード RPG OK? やばすぎん、ちょっと。あ、でも歩くのは全然早くないよ。X キーでウィンドウ開いてこまめに。なるほど。あ、待って、レベル高っ。待って、これレベル上げとか絶対ないじゃん。スキル。あー、レベル80で3だとファイヤーしかないの。嘘でしょ。必殺技ないの。嘘だろ。もっとあるだろうが。頑張れよ。キル。おい、何も。あ、もう戦士だから、まあしょうがない、それはね。あ、勇者戦士はしょうがないのかもしれない。ここら辺に期待しましょうね。おい、何を学んできたんだ。ファイヤーだけってお前。僧侶だろ。なんでサンタしか覚えてないんだよ。あ、みんなこれなんかさささってなってるね。コーネのあのサムネみたいに。あ、すごいぞこれは。あー、これ話しかけ、待って、あ、こうだこうだ、話しかけようか。戦闘、勇者たちは交通事故により命いや、笑っちゃいけないけど、当たっちゃいけないよこれ。そういうこと。待って、あっちは無理だな。こっちから行くんだ。馬やばい。いや、馬はワンチャンさ、あ、こっちから行け、あ、こっち行けないんだ。1、1、1、1、1、1。オッケーオッケーオッケー。いや、こっち来てしまったな。馬、いや、馬ワンチャン乗れたりしないかな。乗れたりしない、乗れだからこまめにセーブしろって言ってんのか。なるほどな。あれ、ここは簡単よ。1、1、1、1。どっ
ていくのこれ。ここか。大丈夫、あそこ行けるから大丈夫。敵も出てこないな、これ絶対。あ、森あるんだ、これ。ふぅ、ゆっくり歩くのも疲れるな。あ、セーブするの忘れた。そう、ちょ、早い早い早い。待って。そうだな、もう街の人とはぶつかる心配がないし、これからは早く歩くことにしよう。ってこと？はいや。あー、でもこの人は強そうじゃない？ちょっと、ふうふうふう、魔王に、あ、早くない？この、あ、わかった。あ、ちょっと早い早い早い、待って、早いよこれ。あれだよね、きっとこの魔王が魔法をかけて、あの喋りが遅くなっちゃったんだよね、きっとね。そうだよね、多分そうだよね。待ってよ、まさか、さようなら。え、なんで？何があったの？わかんないよ。何があったの？王様、今話してるよ。あ、スピード、スピード重視した結果、なるほど。そうね、ゼレゼ言っちゃったね。逃げないさ。え、嬉しいこと言ってくれるな。あ、うん、なんか嬉しいこと言われたみたいだよ。よし、それじゃ、おー、行くぜ。あ、よく来たな。あ、怖くて逃げちゃったのかな、そういうこと。早い者たち。あ、今のが魔王じゃなかったんだ。貴様らは間違えている。セーブできないよ、もうこれ。コマンドさえ選ばせてくれない。多分これもう終わるでしょ。でも鳥のさえずりは聞こえるか。魔王がほらやっぱ遅くしとるんよ、これきっと。見て、この後ろのこのエフェクトも、なんかさ、うっすら動いてるけど遅いもんね。早すぎる、お前たちには聞こえない。そういうものに耳を傾ける余裕がないのだ。魔王の方がいい人そう。確かに。こんな早すぎる世界は息苦しい。だから俺の魔力で世界のスピードをもっと遅くして何にもせかされない。魔王いいやつやんけ。あ、いや、メガネ最高って、メガネ最高って言ってる人がいるね、これ。脅しているのか、わかんない。これちょっとみんなアーカイブで一時停止しないと無理だよ、これ。無駄なことだ。なぜなら俺は、お前たちの言うことが全然聞き取れないから。やばい、くだらないのに、面白すぎる。なんか、これだけは言える。やばい、わかんない。早かった。やあ、魔王頑張って、うわ、そうでしょ？はい、え？魔王強すぎる！どうしたらいいのこれ！
さあ、貴様らにも遅くなる呪いをかけてやった。これからは、せいぜい、小鳥のさえずりや森のざわめきに耳を傾けるんだな。ああ、はあ。え、聞こえるか、ハロルドよ。王様かな、誰だろう。私はスピードの神。神様。スピードの神？選ばれしお前たちに最高の、あ、また？嘘でしょ。どうなってるの？ライ、動くな動くな。何が起こった？コーデを聞きたい、教えてくれ。何もわからん。わからんことと言えばなんか気持ち悪いという。速さを追い求める生活は捨てることにした。キサキの布告により住民たちも徐々に遅さを取り戻していった。住民たちは小鳥のさえずりや木々のざわめきに気づいた。私たちは何をあんなに焦っていたのだろう。こんなにも素晴らしい環境に囲まれているのに。さっきはこのことを教えてくれた魔王の墓を作る。王様の墓は？おーい！王様の墓は？あ、なんでだよ！いや、そこは作ってあげてよ！嘘でしょ？